前からこけて、それでその時に肋骨が響いたみたいな。トノさん、ライトアサイド。今までのちょっと成績覚えてるのを教えてほしいんですけど、中学の時は近畿大会3年になって、近畿大会、全国大会、ジュニアオリンピックに出て、全国インターハイ。何枚もったか分かってますよ。分かんないです。お姉ちゃんがいるんですけど、学校のマラソン大会でライバルがいたみたいで、その子に勝ちたいって、ね、お父さんと練習してたんですよ。それでこうお姉ちゃんがランニングクラブ入るってなって、ついて行ってただけで、そっからなんか本気になってきた感じ。あの小学校1年生の時にランニングクラブで1位だったり、幼稚園の時から走るのはなんかこう平方みたいな。でも最初から速かったんですね。じゃあ小学校の時とか運動会とかずっとあれですか？はい。徒競走は一番でした。あ、走るのが好きなんですね。まあそうですね、好き、まあ得意。得意。得意ですけど、好きか、まあしんどいんで。近畿大会のリレーの時に、あの相手チームの人と足が引っかかって、パターンって前からこけて、それでその時に肋骨が響いたみたいな。結構な音してました、パチンって。聞いてたんですか？オフサイド。水道開いた。相手がこう内側にこの辺で走るんですけど、そこからこうこっちに移動しようとした時に、こう後ろ足とバーって引っ張って、お互いちょっと危ない感じ。急にですよね、後ろからなんで。もうえっと思って。ですよね。それはもう治りました。治ったんですか？今から走ります？今から走ります。